ですね。なんかショールームとかそういうのはちゃんと自分が健康っていう事実を得てからしようと思ったので今日からします。しんたんたん出席番号12番、元気に出席してますさん、ありがとうございます。12番だったんかな。りょうさん今日も元気です、ありがとうございます。こめたんたんちゃんさん元気たんありがとう。よく早くまたあなたに会える日が来ますように、ありがとう。いや絶対来る絶対来る。野球ね見てないですね、ショールームを今始めたので。まおさんはい元気ですってありがとうございます。今日も元気こうたんたんさんありがとうございます。すごいみんな元気ですと書いてくれてます。2回のワクチン接種終わりました、お疲れ様です。2回目がね不安って言いますからね。関東のおしゃべり会もねそんな心配ですね。なんかでもここまで来たなんて言うんですかね、もう本当時期によるって言いますか、なんだかなって感じですよね。2回目のワクチン打ってとりあえずまだ熱は出ていない、元気です。おお、よかった。暑さにやられ気味ですピエン。暑いですよね本当に、わかります。なんかやる気が起きないですよね暑いと。私もそのタイプなんですけど、今日は人間ドック受けてきてよ。うわ私も人間ドック受けてみたいな、大変そうだけど一日中かかるのか、もっとかかるかな。滋賀の DD 森ちゃんさんありがとうございます。片ひろたんさんなんとか生きてます、ありがとうございます。それはよかったですね。ワクチン10日後とかに1回目やから怖いって、怖いね。まあ、私もまだ受けれてないんですけど、まあ、予約はねしました。怖いですよね。熱中症からの復活、おおよかった。ちょっと腕が痛いけど元気です、あぶさたんたんさん、おお元気だよかった。なるほどね。ただたんたんさん2回目接種後微熱中、健康診断とか、健康診断じゃない、健康観察ありがとうございます。今日は雨降ったり雷鳴ったりしてた。あーなんか夏っぽいですよね、なんかすぐ天気変わりますよね。1回目打ったよって、あーそっか、そうだよね、まあみんな打つよね。みのるたんたんさんはい元気ですありがとうございます。マッサージの先生に痩せたって言われたピエン、夏でかな。しゃべり会がん2回目は劇場しゃべり会の少し前だから、そうね副作用ね、まあ何かしらありそうですよね。でもなんか不安って思ってたら余計に熱とか出ちゃうのかなってちょっと思うタイプ。元気に、まあ私も打つって考えたら、あのお揃いって思ってたら大丈夫。も私もねいざ打つってなると怖いとは思うんだけど。そういうホースさんありがとうございます。晴れてるのに土砂降りの時間帯あった、ありますよねそういうのも。で私そういう天気が春だけど雨降ってるのも好きです。でも湿気は嫌ですね。椎茸さんありがとうございます、ありがとうございます。なんか全然喋ってなさすぎて会話が忘れそうでした、危ない危ない。あまあメルとは喋ってるかな電話で、毎日してるから電話を、あと親友とも電話ちゃんとしてた、若いわ。全然ただ私の今の会話の能力が少なかっただけだったわ。えまたフライング配信してる、あそうすいませんそうだったんだ、もう始まっちゃうやばいと思ってた。でもそんな大した話してないので、あれ聞き逃したくなった。
しろよって感じなんですけど、大した話をしてないんで大丈夫ですよ。岩手から久しぶりに遊びに来ました。おー、いいですね。こんばんは。こんばんは。はるかちゃん元気ですか？あ、嬉しい。元気ですよ。ありがとうね。アッキーザの大好きマンさん、ありがとうございます。あ、ママがこの前の2節の紙テープずっと喜んでる。おー、嬉しい。いや、奇跡だね。私はテープリセットの引っ越しましたのテープがもうどっか行っちゃうんで、大親友が結構積んでるって言ってたから心配汗汗。ああ、いろいろありますからね、生きてたら。みんなはただ可愛いよって言ってくれたらいいと思うよ。いや、偉いもん、生きてるだけでみんな偉いですからね。うん、はるたんがやってる暑さ対策ってどんなの？私がやってる暑さ対策、あー、絶対日傘持って出かけますね。外に出るとしたらもう絶対日傘持っていきます。あと水買います。コンビニとか自動販売機とか。ふみのちゃん、はるちゃん元気だよ、ありがとう。ゆうしよしひこさん、ありがとうございます。もひかんの花輪さん、ありがとうございます。すごいなんか夏そうです。夏っぽいですね、あれが、ギフトがね。ねー、かわいいね。さやかの暑さ対策は絵描いてないだそうです。まあぶっちゃけそうよね、今はそうなるかな。健康観察されに来た。ああ、いいね、いいね。ここで生存確認、ツイッターとかもねやってるんですよ。最近とか昨日からやってるけど。こんばんは。こんばんは皆さん。結構水飲むのいいですよね。私が飲み物を飲むタイプなので、いっぱい、あの手持ちぶたさとかだったらガッツいなと思い出したら水買いますね。あと元気しとる？元気ですよ。元気ですね。やっぱ寂しいですけど、とかちょっともうめちゃめちゃすっぴんなんですよね、すいません。めちゃめちゃすっぴんですけども、髪の毛やばいね、顔面が。まあ、いやオリンピック野球見てる。ああ、前髪伸びた。でもね、切りました。いや、ぺちゃんこなんで伸びてる風に見えます。水嫌いじゃなかったっけ。あ、私水好きになったんですよね。1年ぐらい前からかな。めっちゃ昔は水苦手だったんですけど、ダイエットし始めたから水を好きになりました。明日スイカ買ってきてキンキンに冷やすってもう最高だね。やばいね、スイカが大好きなんだよね。アルタン元気見守り中さん、ありがとうございます。で、あけみさん、ありがとうございます。メフィラスさん、ありがとうございます。DMM で鬼リピートしてます。やばん。やばん。おー、ありがとうございます。野球勝つためにカツ丼食べてるってかわいいね。マジか、なんかしとけばよかったな私。カット板という、それともリバテープという、絆創膏っていうかも、かバンドエイド。イカを見てた。お庭にスイカの実がなった。私も昔隣の庭で育ててたの、スイカ。
でもね1回だけかなうまくいったの。メロンもスイカも、まあ、趣味でね、あの私たちの上野家の趣味でいろいろ埋めてたのけど、やっぱ難しいよね。まあそう、メロンとかよりはスイカの方がうまくいく回数が多かったんですけど、あと何回かとかないしかなかったし、栗の木もあったんですけど、栗も食べれたことはなかったかな。難しい。だからそう、お花もそうだし、なんか果物とか本当ありがたく食べようと思うよ。まあ高いけどそお金を払ってるんだけどね。やっぱすごいなと思う。あ、みかんもね育ててたんだけど、みかんはまあなんとかなってたかな。そう、なんか別に農家ではないんですけど、なんか趣味で趣味でやってましたね。でもみんなセンスないね、多分パピエはちょっとうまいかもしれない。多分みんなちゃんとはやってるんですけど、あんまりセンスないんか。なんかおじいちゃんおばあちゃんが結構ね本格的にはやってるんですけど、パピーの方の。だからまあ必要はないんですよ、果物いただけるのでいいんですけど、なんか趣味でなんかやってたかな。ちょっと昔あ、柿の木？柿の木あったっけ。あ、それはおばあちゃん。いや、柿の木あった気がする。ありました、ありました、ありました。隣の列にカオスですよね。なんかとりあえずなんか埋めてましたね。でも楽しいよね、なんかそういうのさ。カーマインさん、ありがとうございます。ビーバップさん、ありがとうございます。ビーバップ団長さん、ありがとうございます。柿の種柿の種ってさ、美味しいですよね。久しぶりに食べたりとかした日には自分ではあんま買わないっていうか、あんまりこう思い出すことはないんですけど、誰かが食べててちょっとちょうだいで食べる柿の種めちゃめちゃ美味しくないですか。めちゃめちゃ美味しいんですよ。あ、パンダのね名前送信しなきゃだった。あ、でもマリンワールドのゴマアザラシちゃん、ゴマアザラシちゃんっていう名前みたいな感じだっけ、あのゴマアザラシかの名前を決めようっていうなんか三択のアンケートみたいなやつを送りました。なんかリコピがその投票したって言ってて、じゃあ私もって2期世代に言ってたから言ってて、3つあったんですよ名前が。まだ言ってるかな。こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってね。いつだったっけな。31日まで。あ、それで、そう、三択で。確か。あ、え？あー、この3つの中から赤ちゃんに似合うと思う名前を選んでください。あやめ、5月のね、花、5月前の母親、さつきの子供ということであやめと。はい。で、2個目、みずき、春の花、花みずきより花言葉、永遠性、長く元気に生きてくれるようにと願いを込めて。で、3つ目、美を、美しい桜が見られる季節に生まれたので美しい桜で美を。はい、これも美をしかなくないって感じだったんです。私見た時にリコピーが何に投票したかは知らなくて、そういうのがあるって言ってたから、私もじゃあやろうと思って見た瞬間、これ美を一択じゃないと思って、私は美をに投票したんですよだからちなみに私は美をに投票してよってリコピーが
やっぱりみたいな、一緒って思って、だからゆかちも投票したらしくて、もちろんみよに投票したって言って、あーこれはもう私たちの投票でもうみよになっちゃうわって思いましたね、って感じでしたっていうエピソードエピです。ちょっとね、久しぶりにショールームということでね、ちょっとインスタのいいね選手権やっちゃおうぜっていう感じなんですけど、何を載せようか迷ったのだけれど、この度ちょっとね、これはね載せておきたかったなって思うものがあったので、わあ私年明けのピンクめっちゃいいな、あの激端の時のピンクめっちゃいい、ガンガンピンクがね結構好きだから。え、私これエクステつけてない、つけてたか、あつけてない、長い髪の毛あれつけてお、ガラガラしちゃう、おバグってる、つけてないか、意外とこの時は髪長かったんだすいません、一人が遠くて、あーでもなんかちょっと話しながら画像のコラージュとかしとこうかな、しとこうかな。これね、私ね本当にこれ可愛いんですよ。なのでね、ぜひ見てもらってっていう感じです。ちょっとのんびり話しながらやります。今更やけど、毛先切ったよね。ああ、ちょっと切った。いつだっけな。このピンクにしてた時、今色落ちてるけど、ピンクに染めた時に整えましたね。下吉さんありがとうございます。そう、あ、また間違った、こっちでした。最近はねゲームばっかだったね。うん、でもまあ一番いいですよね、お家でなくてぼーっとする久しぶりにしましたね。なんかね、私ゲーム本当に大好きなんですけど、普段からめっちゃするってわけじゃなくて、なんか時間ある時限定って感じが、あのイメージがねあるんですけど、自粛中とかめっちゃゲームやってたりとかもしてたので、なんか自宅待機とか、今は別に自宅待機ではないんですけど、まあ基本はねお家なんで、時とか時間ある時に結構はかどりますね、はかどるようになりますね。そう、わあ、どういうデザインにしようか一人ごとすごい独り言言うじゃん私。うわー、つもりも私見せる顔ないよみんなに、もう情けなさすぎて、もう全然開いてないな。開いてないね。エーペックスはねもう難しすぎてね諦めました。もうあれはもう上手い人がやってるのよっていう気持ちになりましたね。もう今更私なんかが
できるやつじゃないのかもしれない。あ、向いてなかったな。 PC とかだったらいいとは思うんですけど、多分スイッチでは歯が立たないんだと思います。なんて思ったりもしました。あ、ちらっとこんばんは、こんばんは。 DVD はキラーやるん、キラーはやらないですね。基本誰かとすることしかないので、一緒に生存者で逃げてます。基本はね、あと怖すぎてできない気がする、一人じゃ。パクパーンパッパッパン。ちょっと待ってね、あの画像をどれにしようっていう、どういう風にしようっていう考えをしてますね。あなた久しぶりに見に来れた、ありがとう。ドゥルッドゥッドゥッ。うわ、迷うな、こういう時ね。全然決められないんですよね、私。はい、私は結構ね、インスタの投稿を迷っちゃうね。どうしようかな。独り言やばくない？私やばいよね。もう本当に、あ、まあ一人でも独り言言ってるわ、私言っちゃうんだよね。まあ、そんな変な独り言ではないんだけど。わ、これいいんじゃない？あ、なんか良さげなやつがありました。一旦保存をして、良さげでした、良さげでした。ちょっと待ってね、もうちょっとね、かかる。PS5 はね、変えてないです。いや、あの、それこそデビューしようって思ってたんですけど、全然変えてないです。あれはいつ普通に買えるようになるのだろうかねって思うんですけど、どうなんでしょうか。ちなみに持ってる方とかいます？あー、抽選ね。ゲーム実況はしないの。あの、多分みんながね、思ってるよりも何もねできないんですよ。私、あの、下手っぴです。で、下手っぴでして、そうなんでね、ちょっとしなむぐらいなのがちょうどいいのかなって思っちゃったりしますね。よし、これに決めた。できました、皆さん。ついにこの時がやってきました。これね、マジで可愛いんですよ。なんだって話でしょ、まだ。なんやねんって感じでしょ、まだ。えへへへって感じで。
ったんですけど、なんていう文章でしょうか。あ、ずっとスワイプしてる？よし。でもこれをちょっと待ってね、私結構こだわるタイプなんです。すいません。これをね、まあ普段ね見れない部分がこう見れるっていう、私のインスタ事情を多分、おっと見失ったぞ。何してるんだろうと思ってますか。だよね。あー、どうかな。ちょっと待ってね。ちょっとみんなはインスタの準備しててね。いやちょっとその前にまだ準備ができていないのだけれど、それはそうと。いやいっかな。あ、どうかな。めっちゃ迷うでしょ。なんかね、結構いつもこんな感じで、あ、これにしよう。急にこれにしようか。今のよかったっていう風にね、急にねこう来たりね。いいんじゃない。あ、いいんじゃないのって。ああ、そうだな、ごめんね。本当にね悩んじゃうんですよ。結構いっぱい悩んでて申し訳ないね。じゃあ私が下を向いているけれど、お、けれど今日の食べたご飯の話とかする？今日の私が食べたご飯、めっちゃ面白くないかもしれないんだけど、私の今日の食べたご飯の話でもする？どう？しとく？まあその当分まだちょっとこの画像を加工するっていう、じゃあ、あ、これはいいんじゃないの？来ました、来ましたので、やめましょ、やめます。なんやねんっていう。あ、でもねこれも良かったな。さあここでみんなに来ました、皆さんの協力ポイントが来ました。あ、おー、はい、どっ
ちがいいか選手権をしたいと思います。2択なんですけど、ちょっと待ってくださいね。これをみんなにいち早く、どどん見えな、見えないね。どうしたらいいんだ、こうしたいのか。はい、見えてる、こっちか。めっちゃ誤差ですよ。こっちか、気持ちね。私がそれを見て参考にするぐらいなので、大きくした画像、こっちか。これ紙コップです。これは去年ユリアのママが描いてくれた紙コップのイラスト、かわいいでしょ。なんか画像の雰囲気なんですけど、あまりわかりませんでした違いがあまりおばんもしかしたし、誤差で悩んでる。後の画線がはっきりした。2枚目が多い。そうか、じゃあ2枚目にしよう単純。よし、そうと決まればインスタへレッツゴーよ。かわいいよね、絵がめっちゃかわいい。よし、あいつでも OK。 さすがやね。いや僕の時間あったもんねごめんね、それはそうやね、いっぱい時間がねあったからね。なんて文章か、なんかこういう風にさ、イラストをパパパッと描けるのって憧れる。素敵やなって思いますよね。もうちょっとでやりますね今文章よし
来ました。皆さん、大変長らく、お待たせいたしました。では行きます大変長くお待たせいたしました。はい、それでは準備いいですか。行きます。 GO! 投稿した。さて、一番はタレントに渡るのでしょうか。さあ、どうだ。あ、もう9、あ、出ましたね。早いね今来たか。今インスタのいいね選手権をちょっと開催しておりましたので、発表があります。ちょっと順位の発表、よかったら聞いててくださいそれでは順位まで発表しますね。あ、なこれちゃんとした順位なのか、10人まで呼べばいいのか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ではいきますよ。これ順位、一応私の中の表示順にしますね。1位、マー君さん、宮城さくら、神尾氏、マー君さん、おめでとうございます。はい、そして春田美守中さん、おめでとうございます。はい、で、トミョタンタンさん、おめでとうございます。そしてアシュラーさん、ありがとうございます。ちょっと語弊がありますね、その名前だったらね。ここあれでねって感じで、おめでとうございます。で、ふみなちゃん、おめでとうございます。そして、ようすけさん、おめでとうございます。レーニア・デラック・クルーズさん、おめでとうございます。たまたまなのかな、おめでとうございます。そして、ひどたんさん、おめでとうございます。そして、みのるさん、おめでとうございます。そして、トラタンタンさん、おめでとうございます。まあなんかね、私の表示がの中では、はい、この10人でございました。おめでとうございます、はい、ということで夏のインスタインの選手権ありがとうございます。そして、あ、こんばんは、ってこんばんは。こんな感じになりましたね。ちなみに、ね、皆さんは今日何を食べましたかってことは、みるんちゃんもいいねしてるの早いね。ほんとだ、ほんとにかわいいよね。この目がかわいい。あとでハッシュタグは追加しておきます。え、陽介さん、ありがとうございます。あ、こんなに嬉しいものだったらよかったペペロンチーノ食べてよ、タロコパスタな。お、麺類だね。連番、麺類連番。ゴーヤチャンプル、あ、いいな、夏だし食べたい。カレー食べました。と、妹がカレー食べてた。そうめん、あ、いいな、普通にそうめん食べたい。メロン食べた、メロン大好き。朝はパンか、何も食べてません。痩せちゃうよ、まだ食べてない。みんなダイエットしてるん違うか、食べる時間がないとかだよね。次回のために 5G スマホに機種変しようと。いいね。名古屋名物味噌カツ食べました。最高じゃん。ゴーヤ、やっぱ夏だからか。豚肉焼いた。私豚肉大好きなんだけど。うなぎ食べた。あー、うなぎいいね。なんか夏のイメージあるね、うなぎ。あ、カツオと味噌汁ね、最近のね。ありがとう。おとなしく、おとなしくあー、そっか、体調がね。生姜焼きでございました。いいですね、くるめラーメン。あー、ラーメン食べたい。ハンバーグ食べた、最高。アイス、いいね。この後林アイス食べます。さゆまるはそうめん食べてたよって、あれかな、機械、そうめん流し機械手作りカレー食べても、手作りカレーいいね、いいね、いいね。冷やし中華、
お姉ちゃんから今日誘われました、冷やし中華食べないって誘われました。誘うことあるよ、ね、まあでもちょっと食べてないんですけど、一瞬外に出ないといけない予定があったので食べなかったんですけど、ごめんねって。待って、私も大好き韓国ラーメン、あの麺類は韓国ラーメンが本当に大好き。いいですね、揚げたての唐揚げ食べたい。今チョコミント食べてるよ、いいね。あ、麻婆豆腐丼作ってたの。麻婆豆腐私めっちゃ好きなの、それこそ麻婆豆腐丼が好き。ハロハロタンちゃん今日も可愛いです、ありがとう。ハロタンです。まあそんな私まだ夜ご飯を食べてないんですけども、はい、あの昼ご飯遅かったんで多分夜ご飯もないです。博多なるなるさんありがとうございます。あ、みかんちゃん髪ピンクになったんだ、そうなの。配信終わりでそばかそうめんか冷やし中華どれがいいですか。あ、私が今日食べれなかった、じゃあ冷やし中華でいいのかな。冷やし中華で最近社員食堂のメニューが単調でちょいと困った。単調、あ普通ってこと待ってる。あ、誤字した。ハロタン、ハロタンちゃん可愛かった。ハロタンちゃん、いいね、野球盛り上がってますね。今日の晩御飯冷や中ピンクって1ヶ月くらい色持つ。1ヶ月は持たないかも。快速特急さんありがとうございます。どうだろうね、なんか難しいよ。どうしても食べたい味があったんですね、私前に。でもあの、まあもちろんあと期限できなかったんですけど、登録してるんでそれ以来こうメールが美味しそうで困ってます、困ってますし、あの結構後悔すごいし、もうちょっと早く気づいてなかった後悔すごいしっていう何とも言えない気持ちになりますね。そのメールが届く、美味しそうでしょ。でもまあ私は妹に作ってもらおうかな。なんかジャスミンミルクティーみたいな味だったんですよ、期間限定のやつが。食事そうだったけど親友と話した結果、うん、それはもう妹に作ってもらおうっていう話になりましたね。結構電話でテレビ電話とかでユリアがお菓子作ってるのとかを届けてくると思うんですか、届けてくれるんですけど、行き着く先は、まあ、妹に作ってもらえればいいっていう自分でもし作れない場合はもう妹が作ればいいって思ってます。で、前髪どういうことですか、これどういうことですか。こんなすっぴん、高確率なすっぴんでさ配信する場合とどういうことって思います。いいんですけど、ルーさんありがとうございます。妹はね基本何でも作れるかな、あの、あ全然うまくいかなかったとか言うんですけど 100% 美味しいんですよ、そういう時大体なんかあのあれが高い、何が高いんだっけ、
完璧主義者なのかな。私はすごく美味しいんだけど。前髪で伸ばしてないし、むしろ切ったんですけど、こうぺっちゃんこを今日帽子かぶってたんで、ぺっちゃんこでこういうことになってます。ぺっちゃんこで、あ、クオリティか、クオリティ応援したいね。そうだ、私もあって本気出せば何でも使えるから。グッドグッド。あ、AK ヒット打った。いいですね。泥団子作れるよ。泥団子作れるね、確かに。そうそうね、髪も染める予定だったんですけど、こうまあ、先延ばしにねしました。社員食堂、あ、どんぶりの一品でローテーションなんですよね。あ、そういうことね。あれ待って、確かにね。本当は明日ハルタン見れる予定でした。明日？ああ、なっちゃんの生誕祭だよね。そうだよね。みんなより多分ね。悲しいかも、私なんか。いや、分からんけど。ちょっと適当に言ってしまいましたけども、そんぐらい、なんだろうね、やっぱさ、なんだかんだね、支えられたのは私たちの方がね、大きい気がするんですよ、皆さんに。そう、元気もらったりとかね、してるの。なんかそうなるとね、寂しいよね。まあでも元気でいることがね、一番だからな。嘘みたいに元気でいてやろうって思いますね、逆にね。嘘みたいに元気でいてやるぞっていう気持ちや、そういうこと。おしゃべり会中止じゃなくてよかったなってめっちゃ思いましたね。延期、まあ、いつになるかはまだ分からないけど、中止だった人はもうね、あれだったからよかったって思いました。そんなこんなで、そういえばね、今度ねっていうか、さやかとね、お揃いの T シャツ買ったんです。ネットなんですけど、楽しみ。それしょうもないけど、それはそういうのが元気の源だったりするかな。些細だけど楽しみにすることでさ、結構楽しかったりするから。お揃いの T シャツ、待って、高校1年生 ?2 年生 ?1 年生、ちょっと待って、冷静に考えてちょっとやばいね。私21歳でしょ。21歳とさやかが 16?17? めっちゃ若いもんね、さやか。まあいいのよ、いいよ、いいよね、別にいいよ、いいよね。芽生えし、私精神年齢若いし、いいよね。そうよ、さやかもゆえるもあかりも春タン呼びよにしてもらうで。そうそうそう、なんかめっちゃ可愛かったのが、まずあかりにはね、そう言ってたの、元々 MC やったから、ね、言ったらさやかか、さやかじゃなくて、最初に言えるから来て、私も呼ぶって来て、え、何かわいいじゃないのってなって、最後からもメッセージ来て3人でやった。ユエルハルタンって呼べる自信あるって言ってた。おー、確かユエルは多分一番早い気がする、言えそう。
ルは意外とラフに話してくれるから、こう緊張せずに、緊張せずに、なんていうの、そう得意だと言うわ。いや違う、私も思ったの、みゆまって、あの別に特にメッセージ怖かったかかな、うん、ちょっとみゆっぽいよね、それもらしい。え、ゆえでファンの時ハルタンって呼んでたからだっ ってマジで、何それ、すごいんだけど。あ、じゃあいけるか。なんかそういうの不思議だよね、ファンの時にって言ったりとか、不思議やなと思う、ね、ちょっと前髪そうね、さやかは呼べなさそう、あの時間かかりそうし、さやかも言ってた、入れるか分かんないって。あかにもな、すぐ呼べると。あ、こんばんは。カエデがハルタ呼びしたらどうだろう、カエデは、想像つかないね。妹と同じ年齢っていうのがこうまたなんかねちょっと違うんですよ。ナコとミクと楓だけなんだかな、だけどそう妹がねいるからね、私は。そうそうそう、なんかそう考えたらなんかね不思議なんだよ、妹と同じ年齢の子見るとね、妹みたいな感じじゃない。あきちゃんもはるたんさんって言える。いや、あきちゃんもはや、あーまあ真剣の時ははるたんさんだけど、普通普段とかもタルタントンタンとかの時は足掛けあの正式なはるたん呼びじゃなかった気がする。いやなんか私やっぱね呼び名って大事だと思うのよ、すごく。私もね割と大事にしてるからねそう、タン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 なんですけどそんなだった。なんか私のね脳内はね以前から言ってるんですけど、井上ゆりやと豊永亜希の細胞があるんですけどね、そのゆりやと話してる時も、亜希ちゃんがこうやって言ってたんやけど絶対そうだと思うってやったら、何それはちゃんとすごい分かってるんだねって、こう3人がそうなってるのすごいなって、なんていうのか私はあの理解あのしていただく方なんですけど、大体全部ね。だけどすごくね、これはるかの考えてることだよねってユリアに確認したら、確かにそうやなってなるんですよ。そう、なんか理解してもらえるってめっちゃ嬉しいじゃないですか、人から。私だけなのかも分かんないんだけど、なんかそうそうそうっていうか、よく分かってんねみたいなのってめっちゃ嬉しかったりするんで、いいよね。秋吉ゆかはハルタンのを持ってる、秋吉ゆかは持ってないですけど、また別ジェンヌですね、ゆかちはね。もう本当に面白くすぎて、なんか私もうゆかちゃんのことがもう本当に困るんですよ。なんかねツボとかじゃないんですよ、ゆかちはもうなんかね困る、面白すぎて確かに私が素直すぎて分かりやすいってのも多分あると思う、分かるか、あのいい意味でも悪い意味でもね素直すぎて分かりやすい。うん、むかちゃんが面白すぎて
困る、マジ涙出てくる。今日それこそ帽子かぶってたのが私バケ派だったんですけど、風で飛んでたんですよ一回。その時になんでゆかちゃん本当に取れないんだろうって気持ちになりながら歩いたね、手で掴んで、うん、本当に面白い。もうね、もうメンバー大好きもう生きててよかったって思う、その面白すぎて。そういう時とか、りのちゃん可愛いね。うわ、りのちゃん可愛いね、絶対骨格ストレートだとか言って人の骨格ばっか見て、絶対そうでしょ、一緒じゃない、希望だよ君は、骨格ストレートだ、可愛い。りのちゃん本当にスタイルいいね。あ、栗山里奈ちゃんのラジオのアナウンサーさんかな、がフォローしてくださいました、インスタを。ありがとうございます、ありがたいですね。そろそろパンダの名前考えようと、あ、私も考えてるんですよ、あの今日前から同じやつ、それを私は投票する。覚えてますか、私ね投票したんですよ以前にも、同じやつをリベンジしようと思ってああ正解です、タンタン一択、タンタンです、はい、そうです。なんか同じやつ、え、目が本物なのそれ、ラインってダメなんな、あー文字化けしてるわあとでしようねゲームね、あとでしようね。そうメルです、これメルだよね、これメル、メルだと思ってるよ私は。ねえやめてよ、ねえどう考えてもらえ、分からんくなってきた、いやメメルだよね、テトバ町、よかったよかった、押すよ私ここのプロフィール、プロフィール押すよ、え信じとるよ私、メルだよね、よかった、ちょっとやめてよどう考え、信じちゃうからさ。あとでね本当に毎日メル撮りましてるんですよ。ちなみにパンダの名前は絶対にタンタンにしますねしますね。あれでもさ多ければそうなるってわけじゃないのかな、上野動物園さんがあこの名前いいなって思ったやつをするのかなよく電話かけるとこだった、後でね、でも携帯こっちあるからね、あーそっかそっか、そういうことね。前やりましたよねベルトゲーム配信、でもゲームが載せられないから私たちがキャーキャー言ってる配信だったよね、懐かしい。プリマタンタンって送ってみると、え嬉しい、ははは、メルちゃんのグループでは出てあげて違うですよ面白いよね、一人でツアーなんてなってたけど、おもろい、グループでもあるあるですよね。あと寝落ちとかしちゃった自分だけまだ一人通話中ってなってる翌朝寂しいよねあるんですよね、ゆかちと
ユリアとよく3人で電話することが多いんだけど、私はねほぼないんですよ。1回だけしかないんだけど、その時にああゆかちゃんはいつもこういう気持ちだったのかって思いますね。寝落ち常習犯、無視したのかと、なわけないじゃないですか。なんでそう思いますかね。しっかり見てましたよ。そのつぼやでんさん、つぼやでんさん、つぼやでんさん、ありがとうございます。じゃあちょっとね、いい感じに会話ができたところでどういうことやねんと、ここで二期の鹿とっぷり笑うとは仕方なんて知ってない。したことないないの、やばくない、友達いないから。でもいいんです、こんなにいっぱい友達がいるのでぶっちゃけねって思いながら、まあできたらできたら嬉しいですけど。友達は、はい、お、なんか変わりましたね、表示ランキングの。ちょっと発表します。1位、しいたけさん、おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。で2位、勇者よしひこさん、ありがとうございます、ありがとう。3位、はるたん、過去元気、見守り中さん、ありがとうございます、イエーイ。4位、ふみなちゃん、はるちゃん今日も元気だよ、ありがとう、おめでとうございます。5位、しもきちさん、ありがとうございます、おめでとうございます。6位、ただたんたんさん、2回目接種微熱中、ありがとうございます、了解ですそれいつもさ、健康観察の時先生なんて言うんだっけ、はい、ちょっと腕が痛いです、はい、とかでしたっけ、はい、元気ですか、言ったことないか。7位、しんたんたんさん、出席番号12番、あ、7番になってる、7番、元気に出席してます、おめでとうございます、ありがとうございます。8位、顔がほてってると思って測ったら 36.3 でした、あぶささんたんさんありがとうございます、おめでとうございます。9位、マオ、はい元気ですさん、ありがとうございます、よかったです。その時も先生なんて言うっけ、はい、はーいってなんて言うんですっけ、健康からさっきね。10位、カメタンタンちゃんタンさん、ちょっと多かったかも、元気タン、ありがとうございます、おめでとうございます。11位、マナさん、ありがとうございます、おめでとうございます。12位、鈴友配信楽しいタンタンさん、ありがとうございます、よかったですありがとう。13位、あーたんたんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。健康観察初めて知りました、福岡だけ健康観察って言いますね、か出席確認、健康観察全国共通じゃないんかね、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。でかった、わすごい、椎茸さんが喜びの舞、ありがとうございます、すごい、アバターもね残って、ありがとうございます。初めて聞いたんだって、健康観察って言うんですよ、もうそうなんだ、それは知らなかったの。みんなしたことはありますよきっと、多分出席確認が健康観察なんですよと言いますね、出席確認とも言うけど健康観察ってなってたよね。なんかそういうの結構多いですよね、 HKT ってか、まあこういう仕事し始めてから知ること多い、福岡だけなんだ、出血、あー出血取りますみたいなやつかこのキリッと言ってないか、明日も配信する、あーまだわからないんですけど、できたらやりますね。はい、ということで今日もありがとう、今日もというか、まあ、ありがとうございました。明日日曜日なのか、今日が土曜日だからか、じゃあまあ元気に元気に毎日ちょっとね生徒確認をしていきますので、よろしくお願いしますはい、それじゃあじゃんけんタイムいきたいと思います。それいきますよ、最初はグーじゃんけんポン、控えめの時好きです、チョキでした。
明日はのっちの誕生日だね。8月8日、平成8年8月8日生まれの888 少し背の高いあなたが耳に寄せたおでこ、はい、こちらはこちらになります。こちらはこちらになります。今日はこれでした。ということで今日もありがとうございました。全員チョキだった？すごいね、完璧アイコじゃん。てか今度ねまたカラオケ配信もねしようかなね。確か謎の歌多いね。夏髪が夏の星座にぶら下がってあーテトラポッド登って、ほらこのためにボイトレ頑張ってるやつ、ほぼそうほぼそうです。はい、じゃなかなか終わらないやつになっちゃう、すいません。ということで今日もありがとうございました。またできるときにやります。それじゃあ髪ボサボサですって言ってましたけど、まあいいよってかしまいまーいありがとうございました。ゆで卵食べます。バイバーイ。